本郷中央教会は日本キリスト教団に所属する元日本メソジスト教会の教会である。創立は1890年。創立者はチャールズ・イビー・宣教師、エドワード・ガントレットによって日本最初のパイプオルガンが設置された。彼が自費でパイプオルガンを購入し組み立て、演奏と音楽主任を務めた。日曜日にパイプオルガンと 尺八や琴の和洋折衷の音楽会が開催されて、一流音楽家が演奏するようになる。幻陶器を用いた幻陶説教が行われ、名物となった。作曲家、岡野定一は、本郷中央協会のオルガニストとして長年仕えた。ウェールズ出身の協会音楽家、エドワード・ガントレットが聖歌隊を指導した。佐藤千夜子、山田耕作。 中山新平なども出入りしていた。また、夏目漱石の小説、三四郎にも、本郷中央協会が登場する。1889年8月、チャールズ・イビー宣教師が、東京府本郷か本郷に、中央街道建設用地取得。1890年1891年1月3日、剣道式。1894年、チャールズ・イビー宣教師、離日。 ジョン・ダンロップ宣教師が担当宣教師となる。1899年6月、畑の伝子郎牧師、麻布教会へ転任。高木水太郎牧師、不妊。1900年5月、高木水太郎牧師、駒込教会牧師と剣巻となる。1904年1907年4月、平岩信康牧師、駒込教会牧師と兼任となる。 1911年、平岩信康牧師、関西学院院長となる。1915年4月、秦野伝え白を牧師、静岡協会より不任1917年日本メソジスト協会成立時に、加入する。1920年、ロバート・コーネル・アームストロング宣教師、不任1923年1925年3月、 小野善太郎牧師、甲府協会より赴任。1929年1933年6月、レイランド、サンフォードサー・オールブライト宣教師、静岡より赴任し担当宣教師となる。1941年日本キリスト教団、成立時に日本キリスト教団に加盟する。1998年カイが国の登録有形文化財に登録される。 A.B. 沢田康志信。日本メソジスト教会史研究。日本キリスト教団出版局。P.P.191 から 192A.B. 総長。高市。平岩信康伝大空社。P.P.40 から44。鳥居坂教会100年史。日本キリスト教団鳥居坂教会。P.P.87 から88日本。 キリスト教団交付協会100年史日本キリスト教団交付協会 pp 97から103日本キリスト教団本郷中央協会ありがとうございます